そしてこの苦いコーヒーを中和するミルクや砂糖のこの感じ 素晴らしいね。あ、AD どうも。あ、AD どうも。ブラックは飲めません、僕。ブラックなんて美味しくないですよ。だってあの苦いだけじゃないですか、あんなの。ブラックなんて、あんなの苦いだけですよ、あれ。美味しくないですよ。あれよ、だってコーヒーのブラックって他の食べ物に例えたらあれじゃね？馬刺しに何もつけないで食うようなもんではなの。そうじゃない。馬刺しってなんか独特な臭みがあって、その臭みをなんか消すためにこうね、あの生姜みたいな、ニンニクと生姜みたいなのこうつけるじゃん。生姜だっけ？違う、ニンニクか。ニンニクだっけ？なんか醤油とニンニクみたいなのつけるじゃん、馬刺しって。何つけるんだっけ？醤油と、醤油になんかこう、ニンニクだかなんか溶かして食うじゃないですか。ニンニクだっけ、あれ。そう。馬刺しってちょっと独特な臭みがあるじゃん。で、あとその臭みを消すためにも込めて、ね？ニンニクと醤油つけて食うじゃないですか。あれのニンニクと醤油つけないで馬刺しのその臭みのまま食うようなもんですよ。ブラックコーヒーなんて。そうじゃない。だってコーヒーだって、あの、ブラックで飲んだら、ただ苦いだけなんですもん。その苦味を、ね、ごまかすために、ミルクや、ね、クリーミーなミルクや、砂糖を入れるわけじゃない。で、その苦味をごまかして飲むのが美味しいみたいなね。最初から、じゃあ苦いもの飲むなよと。臭いもの食うなよって思うかもしんないじゃん。でもその、もともとダメなものを、なんかこう、他のものでごまかして食べるのが美味しいみたいな食べ方あるじゃないですか。そう、馬刺し。だコーヒーって馬刺しと似てますよ。コーヒーで言ったらブラックっていうのは、コーヒーのブラックっていうのは馬刺しで言ったら、醤油とニンニクつけないで、そのままごまかさないでね、要するに。そのまま直にダイレクトで頬張ることですよ。馬刺しを醤油とニンニクつけないで食ったら美味しくないでしょ。それと一緒ですよ。ね？あの、コーヒーのブラックなんて。それをごまかして食べるのが、なんか美味しいんですよね。わかります？ ごまかしの人生って。ごまかしの人生って何ですか？僕のことですか？ごまかしの人生？ははは。ははは。ひどい言われようだね。ひどい言われようだな。僕の人生はごまかしの人生だって？ははは。ねえ。朝からひどい言われようですよ。ねえ。僕の爽やかな朝を返してほしい。本当に。何がごまかしの人生だよな。
僕はね、ごまかしておりません。僕は、言わせてもらいますけど、生粋のクズですからね。うん。僕は、生粋のクズです。はい。何の混じりっ気もない、ただのゴミクズですね。どこがごまかしの人生なんだよな。でもね、一つだけ言わせてもらいますよ。貴族だろうが、ね。クズだろうが、朝にコーヒーを飲んだら幸せな気持ちになれるんです。ね。哲学者でも、カサノバでも、朝のコーヒーにペナルティはない。君のキスに夜がため息、はあ、あとね、朝からショックなこと言っていいですか？朝からショックなこと言っていい？iPhone の充電器買ってきたのね。で、家用と車用の2個買ったんですよ。あと持ち運び用。うん。だから、その車用が持ち運び用ですよ、要するに。で、充電器のコード2個買ったんですよ。で、コードはいいんですよ。2メートルの長いコード。長い方がちょっと使いやすいんで。で、今、家用と、車に置いてあるやつ。車に1個あって、で、今、ここにね、今こっちに使ってるんですけど、この2メートルの買ってきたの。で、先の部分あるじゃん。この、USB のこの、なんつうの、端子の、この、なんつうの、ここのほら、AC アダプターにこうね、家庭用電源にこう つけるとこのコードあるじゃん。それも、なんか、急速充電できるやつ買ってきたんですよ。純正の、アップル製の。で、ね、それ2個買ってきたんだから、家用とよ、ね、外用。ここまではいいんですよ。ここまではいいんですけど、やってしまいました。何ですか、これ。なんか、タイプ C ってのを買ってしまって、で、しかもこれ、これまだこっち未開封で、これ2個買ったんですけど、1個開けたら、ね、今これ開けたんですよ。まあ、こう同じやつなんですけど、こっちの開けたら、こっちまだ未開封。見てください。お腹すいた。これ、入んないですけど。入んないんですけど。で、しかもこれね、1万3000円ぐらいしたんです。この2メートルのコード2個と、このコンセント2個で、コンビニで買ったら1万3000円ぐらいしたんですよ。高くないですか？純正の高いからね。これどうしたらいいんすか？これどうしたらいいのこれ。返品はちょっときついでしょ。でも開けちゃったもんだって1個。で、もう1個あるけど、でも悪いじゃんだってこんなの。間違ってあって。しかもこれ結構前に買ったんだよ、これ。これもう多分1週間以上前だし。でもしょうがないでしょ、だって。うん。やってもうた。やってもうた。マジか。ちょ、トイレ行ってくる。